はい、皆さん、こんにちは。高田純です。今回はですね、皆さん、このフィードバックという言葉は、皆さんも当たり前のようにご存知かなと思います。で、このフィードバックっていうものがですね、いわゆる我々指導者が指導をしていく子供たち、プレイヤーたちにとって、まあ、彼らのそういったプレイのね、パフォーマンスを向上していく、そういったプロセスにおいてですね、めちゃくちゃ重要な役割を果たす。っていうこともなんとなく理解されている方多いかなと思います。このフィードバック一つにしてもですね、なんとなく彼らと会話をしてしまったりとか、まあ、話をしてしまう、フィードバックを行うだけの時間になってしまってませんかね、ということで、やっぱりこのフィードバック一つにしても、その方法、行う方法を間違えて行ってしまうと、何か無意味なね時間になってしまったりとか、本当にただ単に行うだけの時間になってしまいます、ということなんですね。ということで、今回の動画ではですね、このフィードバックっていうものをできる限り、可能な限り有効かつ、まあ、効率なフィードバックにするための方法っていうのをですね、まあ、とあるバルセロナの方にあるスポーツ大学があるんですけども、そこで数年前に行われた研究、まあ、実験ですよね、の結果をもとにですね、いくつか紹介していけたらなと思います。ここ結構めちゃくちゃ大事な内容というか、面白い内容ですし、本当に優秀だなと思う指導者、本当にここのフィードバックに対してのこだわりというか、徹底して意識しているような印象ありますので、ぜひですね、最後までご覧いただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、ということですね、話していきたいんですけども、そもそもでフィードバックの、まあ、行う目的、意図の部分からね、少し入っていきたいなと思うんですが、何かそのフィードバックって聞くと、それこそ練習中に、選手たちが行ったアクションに対してエラーが起きたことだったりとか、何かうまく行えなかったことに対してだけのフィードバックをに、少し焦点を当てがちというか、フォーカスしがちな方も多いかなと思うんですけども、あくまでもフィードバックっていうのは、何を今うまく行えていて、何を今うまく行えなかったのか、この両局面にしっかりと目線を向けてですね、彼らに対してフィードバックを与えていくこと、これっていうのがそもそもに大事なものになりますと。で、そこに加えて、そもそものこのフィードバックの意図というものですけども、いわゆるその、皆さんもセッションを行うときに何らかしら目的がありますよね。そういった何か達成したい目的と、いわゆる今トレーニングを通して行っているアクションっていうところを結びつけていく、リンクさせていくことっていうところに一番のフィードバックの目的があるわけなんですよね。もしくはですね、その達成したいこととそのリンクさせていくことに対、ことにプラスして、すでにじゃあそのアクション達成しましたと、達成したことをさらに彼らにとって深いものにしていくために。いわゆるその、強調し続ける。達成したんだけども、さらに強調し続ける。よかったよとか、続けていこうみたいなね。そういった強調をし続ける姿勢っていうのも、いわゆるその成功体験の反復ではないですけども、めちゃくちゃ大事なマインドになってきますと。そうすることによって、要するに彼らの思考の部分ですよね。頭の中身っていうのは、じゃあ今自分が行ったことは、あ、よかったんだと。ね、指導者がよかったぞってね、褒めたりとか、また続けていこうみたいなね。そういった掛け声、一定のポジティブな評価を受けたことによって、例えば、あ、もう一回繰り返そう。これ良かったんだから、もう一回トライしてみようみたいなね。そういった思考に変化するわけなんですよね。こんな感じでフィードバックを通して、彼らに対しての解決策の発見っていうところのサポート、手助けをしていこうと。ここっていうのがそもそもでのフィードバックの意図、目的としてありますと。ここからですね、まあ、冒頭にも話したように、とあるまあ実験っていうのがバルセロナスポーツ大学で行われたわけなんですけども、このフィードバックに対しての実験ですね。そこから、まあ実験結果から見るですね、このフィードバックをより適切に行っていくための、いくつかのポイントっていうところをね、まとめていきたいなと思います。で、まずそのどういった実験が行われたかと、その実験内容の部分からね、少し解説していくんですけども、こちらですね、合計18セッションの中で5年以上の指導経験がある12人の指導者の、まあ様子、指導の様子っていうところを一定の期間にわたって観察しましたと。で、まあ、そのセッションの中で参加する選手の人数は合計342人で、年齢対象は10歳から18歳。で、選手たちはそれぞれ4つのグループに分けられながら、その合計18セッションを一定の期間で、行っていくと。そういった実験内容があったんですね。で、そのトータル18セッションの中で、いわゆる今回のメインテーマ、フィードバックだけに焦点を当てるという中で実験を行っていくと、なんとですね、すべてのセッションで行われたフィードバックの数っていうのが合計1728回のフィードバックっていうのがトータルして、まあ、各指導者ですね、行われましたということなんですね。で、これらのそのトータル行われたフィードバックをさらに一つ一つね、分析していくと、このような、興味深い結果が出ましたというところで、3つですね。1つ目が、フィードバックの 65.5% は選手たちがコーチからの指示通りにプレーにつなげることができなかった。
で、それに対して残りの 34.5% はコーチから、まあ、受けたフィードバックですよね。伝えられた内容っていうのをその通り再現できたと。これが一つ目の結果です。で、二つ目がフィードバックの量が多ければ多いほどフィードバックの効果は薄くなったと。で、三つ目がプレイヤーのレベルが高ければ高いほどフィードバックの効果っていうのがより高く見られたと。この三つっていうのが、いわゆる1728回のフィードバックが行われたわけなんですけども、それを一つ一つ分析した際に、一つ出た結果として三つありましたと。これらの結果、今話した三つの結果をもとに、じゃあ実際にね、我々指導者がフィードバックを彼らに行う際に、気をつけるべきポイントっていうところが次のように浮き彫りになってきたわけですよね。まず一つ目がトレーニング中は多くのメッセージ、要するにフィードバックのことですね。フィードバックを与えることは危険ですと。選手の集中は制限されていくというところで、この情報量の部分ですよね。多くの情報を提供することっていうのは一番に伝えたかった重要なことすらも忘れてしまうことにも、なりかねないというところで、ここの情報量、与える量っていうところを気をつけるべきと。まず一つ目ですね。で、二つ目がメニューの構築ではできる限り少ない目標設定に絞ることが重要ですと。まあ、ここは少し一つ目のその、まあ、情報量と少し関連してくる部分もあると思うんですけども、いわゆる選手のレベルが低かったり、まあ、カテゴリーが下になればなるほど、一つもしくは二つの目標設定のみに絞ると。この選手のレベルだったりチームのレベルが高くなればなるほどそこの設定量っていうのは増やしてもいいけども、できる限り少ない目標設定に絞ること、一つのセッションを通してそういった絞る作業っていうのが大事になってきますと。で、三つ目が指導者は事前から、セッションの目的から逆算をしたフィードバックの内容を準備しておく必要があると。まあ皆さんも練習の前日からその、セッションのね、中身の部分を用意すると思うんですけども、そこの構造に加えてこのフィードバックの中身、まあキーファクターとも少し重なってくるかなと思うんですが、そこすらも自分の中でプレゼンテーションして、あ、こういった、現象が起こり得るだろうなと、それに対してこういったフィードバック、こういったキーファクターを与えれるだろうなと、そこのデモンストレーションの部分っていうのも、大事になってきますということなんですね。4つ目が伝えたいメッセージは短く簡潔な言葉をチョイスすることでより伝わりやすくなると。まあ、ここはよく聞きますよね。そういった発信内容の部分でできる限り短いフレーズの中で簡潔に、具体的なんだけども簡潔に伝えていく。ここがね、簡単に言うようで難しいところではあると思うんですけども、この実験結果からも見られる通りこういったことも大事になってきますと。5つ目ですね。本当に伝えたいことは言葉のみにならず、イメージ図だったりとかデモンストレーションを行うことで指導者が求めているものをより鮮明に彼らに伝えることを可能にすると。よく、最近だとトップのね、世界だと、ナーゲルスマンだったりとか、モーリーヌなんかだったりもそうですけども、ああいったパンタージャね、画面を、もう、コートに設置して、リアルタイムでそういった言葉だけに限らず、イメージの部分だったりとか、動画を用いて、彼らに説明したりとか、っていった光景もよく見られますけども、まあ、そこはね、なかなか育成の年代だと難しいところもあると思うので、せめてね、こういったデモンストレーションの部分で、実際に自分が、こういった参考になってプレイをしてあげたりとか、っていうところは、一つ、工夫としてできるんじゃないかというところですよね。はい、ということで今回はですね、このフィードバックっていう言葉に少し焦点を当てて、まあ、とある実験結果をもとにですね、出てきた大事なポイントっていうのを少し要約して紹介させていただきました。まあ、結構ね、フィードバックを意識している方も多いと思うんですけども、まあ、僕自身もね、このまあ研究結果見たときに、少し今一度ね、自分の話す内容の量だったりとか、与える情報量しかり、そういった短くフレーズをまとめるしかり、まあ、見直す機会にもなりましたので、まあ、皆さんの方でもですね、まあ、今一度、彼らと会話をする際、こういった解決策を与える際の、情報の量だったりとか、中身の部分を少し振り返っていただいて、もしね、参考になればいいかなと思っています。はい、ということで今回はですね、このあたりにしたいなと思います。動画の方いいなと思った方いましたらですね、ぜひ、グッドボタンの方と、チャンネル登録の方までされてない方いましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた。